This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. ラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。金曜日です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。政府は洪水関連で少なくとも230億バーツを拠出する方針です。1月から9月期の訪台外国人が見通しをわずかに上回りました。 APEC 首脳会議期間中のバンコクとその近郊が特別休暇となります。タイからの化粧品の輸出は7ヶ月間で640億バーツとなりました。それではまず初めのニュースです。政府は洪水関連で少なくとも230億バーツを拠出する方針です。ラチャダ政府副報道官によりますと、現在国内各地で洪水が発生し、国民が困難に直面していますが、政府は被災者の救済などに2022年10月から2023年9月までの今年度の予算から総額230億バーツ以上を投入する方針です。またプラユット首相は10月11日の閣議で、関係政府機関に対し被災民を救済する措置を可能な限り早期に打ち出すよう指示しました。プラユット首相によりますと、必要ならば他の資金源から被災民救済に資金を拠出する用意もあると語っています。チャオプラヤー川は北部から南下し、バンコクを経由して海に流れる主要河川で、毎年雨季が終わるこの時期は降雨量増加で水量が増すことから、バンコクを含む流域エリアは毎年のように洪水が発生しています。短時間の雨でも洪水が発生しやすくなりますが、今年は特に雨量が多く、2011年の大洪水よりも水位が高くなっている地域もあります。新型コロナ対策が大幅に緩和され、タイの観光に戻ってくる外国人旅行者の足も鈍るのではないかと懸念されており、景気回復にも影響するとして、政府は洪水対策を急ぎたいと考えています。次のニュースです。1月から9月期の訪台外国人が見通しをわずかに上回りました。タイ政府観光庁のユタサク長官は、今年1月1日から9月1日の期間にタイを訪れた外国人は合計601万人で、この時期におけるタイ政府観光庁の見通し600万人をわずかに上回ったと明らかにしました。訪台外国人の内訳は、マレーシア人97万2699人、インド人56万1656人、ラオス人41万563人、シンガポール人31万5067人、カンボジア人39万1034人などとなっています。また、サクサヤムーユラ人によりますと、9月にタイを訪れた外国人は約108万人で、1月から8月期の月間平均56万9675人を 90.2% 上回りました。次のニュースです。APEC 首脳会議期間中のバンコクとその近郊が特別休暇となります。10月5日の閣議で、バンコクのクイーンシリキッドナショナルコンベンションセンターで開催される第29回アジア太平洋経済協力会議 APEC 首脳会議
および関連会合期間の11月16日から18日は、バンコクとノンタブリー県、サムットプラカン県の3都県を特別祝日とすることを承認しました。これは交通渋滞を緩和し、出席者の移動を容易にするとともに、外国要人の安全を確保し、安全対策を円滑かつ効率的に実施するためです。学校などは休校となりますが、国営企業、金融機関、民間企業はこれらの機関も営業するか否かは適宜検討することが認められています。タイ中央銀行はこの機関を金融機関及び専門金融機関では通常通り営業する方針です。これは経済活動への影響が大きいと考えられてのものです。しかし、タイ中央銀行では、APEC 首脳会議を円滑に行うため、自宅で作業できるものは、できるだけ出勤を控えて、自宅での作業を進めてほしいと協力を求めています。11月14日から19日にかけては、第29回 APEC 首脳会議が開催され、APEC 経済閣僚会議は、11月18日から19日に開催される予定です。APEC 首脳とその配偶者を迎えるガラディナーは、タイ王国海軍のコンベンションホールで開催されます。料理はタイ料理の創造性を知ってもらうために、タイ国内のコミュニティ企業から提供された、厳選された食材が使われます。ガラディナーのテーブルには、シリキッド王太后陛下がご支援されているサポート財団による手工芸品や製品が飾られます。また、首脳のパートナーを対象とした活動では、アユタヤ県のバンパイにあるアート・オブ・ザ・キングダム美術館の観覧が予定されています。バンコク都内のラマ4世通り、サートン通り、ラーチャ・プラソン通り、プルンチット通り、スクンビット通り、チャルンクルン地区にある計16軒のホテルが首脳の宿泊先として手配されています。APEC の加盟国は現在、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、中国、香港、インドネシア、韓国、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、パプアニューギニア、ペルー、フィリピン、ロシア、シンガポール、台湾、タイ、ベトナムの21カ国となっています。次のニュースです。タイからの化粧品の輸出は7ヶ月間で640億バーツとなりました。化粧品の見本市、コスモプロフ、CBE ASEAN22 の席で、ジュリー商務大臣は、今年の1月から7月までの間のタイからの化粧品の輸出は640億バーツを超えたことを明らかにしました。世界の美容市場は昨年18兆5000億バーツに上り、特にアジア太平洋地域では 3% も増加しました。アジア太平洋は世界の 36% のシェアを持ち、最も拡大している市場となっています。主要な製品はスキンケア製品と化粧品です。タイは美容業界にとって重要な市場です。昨年タイの美容市場は2兆210億バーツに上り、このうちスキンケア製品が880億バーツとなりました。タイ製の化粧品はASEAN諸国で最も人気があります。7ヶ月間でのタイからの輸出は648億5000万バーツで、昨年の同じ時期から 22% の成長となりました。コスモプロフ CBE ASEAN は世界46カ国から美容ビジネスに関心がある8000人以上が参加しました。タイでの開催は今年が初めてで、ASEAN 諸国、中国、ヨーロッパ、日本、韓国、台湾、アメリカなど、バイヤー、ディストロビューター、小売業者、プロバイダーなど様々な美容企業家が参加しました。コスモプロフ CBE ASEAN は9月14日から16日にかけ、バンコクのクイーンシリキッドナショナルコンベンションセンターで開催されました。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。政府は洪水関連で少なくとも230億バーツを拠出する方針です。1月から9月期の訪台外国人が見通しをわずかに上回りました。APEC 首脳会議期間中のバンコクとその近郊が特別休暇となります。タイからの化粧品の輸出は7ヶ月間で640億バーツとなりました。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。
Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.